じゃあ皆さんは最近日清から出たダブルの味のカップラーメン食べましたかね。私はね豚骨味噌と塩ノーマル、あとはチーズカレーとチリトマトを食べたんですけど、まあね、一人暮らしの男性なんでね、カップラーメンなんかっていうのが主食になるんですけど、これ結論言うと混ぜない方がいいんじゃないかなって思ってます。さて、今回はですね、友人の船、栄光丸でですね、青物を狙ってまいりました。で、まあ内容は動画見てもらえればと思うんですけど、それではどうぞご覧ください。よいしょ、はい。今日も寒いですか。はい、やろう。はい、やろう。やべ、暑くなってきた。暑くなってきた。よし。入っちゃうかもな。うん。多分絡んでますね。もらっちゃってるっすね。ジグ見えてる。赤金の、うん、うん、そっちのジグは大丈夫だ。うん、かなり走るよ。よいしょ、うん、単純に元気だから。多分かかってる場所悪いん、口にかかってねえな、これ。ほら、まだ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 頑張って。おお、ほらほらほら。オッケーオッケー。死ぬんでね、こうやってまんまあんじゃない。サミ。ほら。ほら。あれよこれ。うん。うん。ゼロ六。このドラグ。顔向かねえっすもん、ほら。あっち走ってんすもん、うん、あとガイド1個通ってないやつ。
歯むがねえ、ほらこっち。むげ、こっちむげ。ダメだ、頑張るわ。これで、うん、やめてください。こいつ毎回冷めるなんて。ああ大丈夫。シャークキングっていうの。いや、だいぶ上向いてっけどな。んだ。うん。おお。めちゃくちゃ頑張るっすね。顔がね、いつまでたってもこっち向かないっす。2キロ。うわ、重てこいつだよ。張り切ったら終わるな。うめろこれ。いきなり重てんだけど、こっち。おぉ。魅力品。マジか。まだ筋肉痛だべ明日。なんで毎回。腹出てる。疲れた。あ、だいぶ浮いてきた。こいつでけえよ。やっぱ結局全部なねえな。これでかくない？でけえよこれ。はいはい。よし。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー。60センチ。ありがとうございます。
まあ、あんな感じでね、全部で3本ぐらいかな、釣れました。まあ、本当はね、僕はタイを狙ってたんでね、タイ狙いのね、タックルだったんですけど、まあ、見事にワラサンかかるという。ワラサ稲ワラっていうのかな、60センチぐらいのですね、まあかかったんで、まあまあまあ、でもまあ、今年まともな大物にね一回会えたからよかったなと、思ってます。なんか虫んじゃねえかこっちで。でタックルはメガバスのバルキリーっていうタックルットの4ピースのやつのスピニングの ML と、スピニングリールが、3000番の XG、 P ラインが 0.65 の、リーダーがフロロカーボンの12ポンドを、出してきました。まあ人がね少なくてドラグ設定さえしっかりしてれば60センチだろうが70センチだろうがね、取れますんでね、人が少ない時っていうのは皆さんもスリリングな、釣りをねやってみると楽しいんで、ぜひそういったところは、まあ、状況に応じてですけど真似してもいいのかなと思っております。何か、気になること、お困りごとがあればコメント欄で教えてください。次回はですね、また久々にブラックバスなんか行きたいかなと。あとは、まあ、今年ねキジハタを釣ってないんでね、キジハタなんか行ってこようかなと思ってます。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。